よいしょー。前半終わって楽しいです。楽しいですか？楽しいです。それ良かったです。試合より緊張します。緊張する。年一ぐらいですね。年一ぐらいです。はい、記念受験みたいな感じで決まってる大会とか、いずれはもう大きな大会とか出れたらいいですね。練習は結構行ってるんですか？週1ゴルファーになりました。忙しいですか？ありがたいことに、このご時世で。まだけど、まだ上目指してるってことで。はい。はい、おー、右。大丈夫ですよね。両方せ。行きます。はい。よいしょー。よいしょー。ど真ん中。ナイス。いろは選手、はい、ゴルフ始めてどれぐらいですか？ゴルフは高校1年生から始めたので、はい、今年で13年目、12年目になります。結構ずっと本気でやってたんですか？いや、本気でっていうか、ちゃんとやり始めたのは大学から。あ、そうなんや。で、はい、高校の時は水泳部やったんで。あ、そうなんや。はい。水泳はゴルフには。最高です。いや、適当に返事しんのやめてないです。本当に役に立ったんですか？役には立ちます。体幹がやっぱ鍛えられたんで、本当。まあ飛ぶっていうよりは曲がらんスイングにはなってきたかなって、そこで勝負してます。もうぜひ水泳をやってほしいと。はい。そういうことですね。全身の筋肉のバランスも良くなるし。なるほどね。はい。じゃあ全国のちびっこ、ぜひ水泳やってください。水泳やった方がいいよ。はい。ありがとうございます。135ヤード、9番アイアンで、いや全部弱い。ピッチングできます。あ、うまい。ナイスー。6番で。ありがとうございます。4メーター。あと4ホールで2ダウン。7番アイアンで。来たんちゃうんこれ。来たんちゃう。短い。全部短い。どんまい。8番で打ちます。はい。ナイスショー。ナイスショー。これも来たんじゃん。まっすぐ。おお。惜しい。惜しい。うわ。20ヤードぐらいで。サンドで58ですね。ヘドナイスナイスナイス。弱い。ナイス。耐え耐え。まだ神様はゴルフ生言うてますわ。エンジンかかってきた。天気良くなってきてエンジンかかってきた。よいしょー。よいしょー。よいしょー。サンキュー。調子どうですか？天気も良くなってきて、あと3ホール頑張ります。頑張ります。コカ・コーラさん、お世話になってます。得意なクラブは何ですか？得意なクラブは8番アイアンです。8番アイアンですか？はい。今日は使う場面は1回もないです。ないですか？はい。じゃあこのホール使ってください。はい、ぜひ。じゃあバーディー期待してますね。ありがとうございます。はい。ピッチングです。ナイスー。上り込みで105ぐらいでピッチングで。どうなんやとトップしました。早かった。10メーターちょい。ナイスや。ナイス。ありがとうございます。よし、ナイス。ナイスパス。オッケー、いただきました。次ドーミーです。ナイスや。ナイス。ど真ん中。おお、上の段のとこまで行こうとする。行こうと。ナイスショー。ナイスショー。振りましたね。振れてますね。ナイス。まっすぐ行ったぞ。お父さん、調子どうですか？調子はまあまあや。まあまあですか。対戦相手のいろは君はどうですか？いやいや、もう対戦相手がもうすごい人ばっかりやから、ものすごい心配したんやけども。ちょっと手抜いてくれとるから。あ、なるほど、うん。その分だけこうちょっと楽というか。うん。色褪せ、そのあたりは。まあ、年寄りを大事にせなあかん。大事にせないといけない。気を使わせてごめんなさいね。もうせめて引き分けで。なるほど。あと2ホール頑張ってくださいね。頑張ります。はい。はい、スプーンでいきます。お願いします。危ないことないか。もう勝負仕掛けなダメなんで。フォローの風に乗って。どこー。スプーンどうでした？最高でした。下からスプーン打ったのなんて何年ぶりかなっていう。もう絶対使わないです。いいことないんで。けど今勝負に勝ちましたね。今は最高でした。このホールぜひバーディー取ってくださいね。はい。ワンダウンで最終ホール行きたいな。46。よっしゃ、これで右横や。うまい。うわピンまで30ぐらいですね。58。オッケーだ。グー。あれです、バックスピンかかったらええのに。うわー、4メーターぐらいかな。メーター上り、左カップ打ち。おお、惜しい。蹴られたか。オッケーです。はい。はい。はい、ありがとうございます。ありがとう。大木。恐れ入りました。あのサードショットすごかったな。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。本日の結果は2アップでお父さんの勝利です。今日はどうでした、お父さん。前半は自分のゴルフができなくて、後半に入ってから自分のペースで生まれたと思います。じゃあイロア選手はどうでした？もう要所要所で見せる匠の技といいますか、もうなんでそこからその球打つっていう球がもう見られて、もう完敗です。本当に2人ともお疲れ、雨の中お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様です。試合も終わったんで、はい、次の対戦相手を紹介していただきたいんですけど、誰かいないですかね。いますか。今お願いできれば。ちょっと一人。あ、いますか。だけじゃあちょっと紹介していただけたらいいんですけども、ちょっと今から連絡しますね。あ、お願いします。このカントリークラブはですね、チャンピオンコースで、今までも数多くたくさんのトーナメントを開催してまいりました。2019年には関西オープン開催させていただきまして、もう20年以上前ですけども、日本プロさせていただいております。また今年ですね、今年の9月には新阪ドンヘオープン、これが開催が決定しましたので、9月また皆さんお越しいただけたらというふうに思います。